はい、こちら外来種樹木南京ハゼ、ニセアカシアですね。はい、そしてこちらシュロ。はい、それからこちら南天、こちらも勝手に生えてきます。といたら勝手に生えますよ。はい、それからこちらが猛毒の強竹と花が咲いてます。はい、それからイチョウ、こちらは銀杏が取れるので許してね。こちら銀杏です。こちら玉椿も許してね。はい、やってまいりました。こちらは近所です。こちらはアパートの敷地に植えられている島トネリコになっております。本日の外来種紹介はこちら島トネリコになります。島トネリコは日本にももともと存在しておりました。ということで外来種といっても厳密に言うと国内外来種ということになります。もともと存在していた地方というのは沖縄になりますね。どちらかというと熱帯の植物で、それがシンボルツリーとかで人気になって本州にもこうやって植えられております。はい、ということでまあね、南の方ではいろいろ木材として利用されることもあるようなそういう木なんですけれども、まあこれも人間の管理を離れてそれで野生化してしまうと、それはそれで生態系にある程度影響があるのかなっていう感じはしますね。はい、まあシンボルツリーとしてそれなりに植えられている分には悪さはしないんでしょうけども、これも広がらないように注意する方がいいのかもしれないです。はい、ということで本日は国内外来種として島トネリコを紹介しました。ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。